さて、それでは今回もゲッティングオーバーイットをやっていきたいと思います。ツボ男ですね。今回は音声をボイスチェンジャーにて変更し、どれぐらいですか、30歳ぐらいを伺っております。いろいろね、声のパターンとかも試してみたいから、またその辺は人間なりライブ配信なりでね、協力いただけたらなと思っております。全然進まんねん、もうほんまに進まんねん。いや、ここだったっけ、すっかり忘れちゃった。ここな、一個手前じゃないとあかんじゃなかった。全然うまく喋れないよ。口調あれやな、男の子の口調覚えなあかんね。どうやんのか知らんけど、なんか大丈夫かな、男の子の口調覚えんの、なんか変な方向に進んでいけんかな、自分が。参考資料がわからんわ。ここやった気がする。ここです。そう、はいはいはい、よしよしよし、こういうこと、そういうこと。あい、違う。おお、耐えた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 、いいよいいよいいよ。ここどうやったっけ、覚えてない。あ、やめて。はい、たまたま、たまたまいけ。そうそう、たまたまいけ。なんていうんかな、ゲームが下手なことは分かっているけども、あのやればできる感じを出したいな、せめてな。どない、あー、やめて。こうは、あー、最悪です。ありがとうございます。なんかね、いろいろ試し、まあ、いろいろでもない、ナンパなんかちょっと試してみたんです。声。でも、この、昨日ね、試した、こいつが一番合ってるかもしれない。なんか、種類は50種類ぐらいあるのかな。やっぱりその人の声質と噛み合う声とかもあるみたいやね。はい。こ、違うのか。この辺じゃなかった。ああ。結局動画としてはボツになったけど、まあまあ上までは行ったんですよね。なんでボツにしたのかも覚えてないけど。あ、どうしよう。まあまあまあ、今回はいいかな。前回の、どう、ツボ男動画回ってないんですよ。で、前々回のツボ男動画回ってるんですよ。で、前々回のは、2024年のツボ男って入れたことによって、これなんか2が出てるらしくて、それと、間違えて人を呼んでしまってるみたい。まあ、なんでもね、間違えても見に来てもらえるなら、ありがたいことはないですから、今回はなんか、1980年のとかみたいにしようかなと思ったけど、その前にあれか、ショタボイスで配信やな。ショタで合ってる？ショタって何？何ボイス？こういうのって意外にね、あのおじさんになってこんなに可愛いって言ってもらえる機会はないから、また試しにやってみようか。出会い中、出会い中ではないのか、これは。なんて言うのね。あー、なんかこんなんやったっけ、もっとなんか自分の想像の中ではもっと上手かったイメージがあんねんけど、だいぶ長い時間やってはいるからね。いい、よいしょ、よしよし、やめてよ、よしよし、いいよいいよいいよ。あ、よし、やばい、やばいか、やばいか。ここはやっぱこうよな。ここはな。ここどうやってたか、なんかこの辺に乗ってた記憶もあるんよね。この辺に乗って、こう、完璧。あ、まあ、なんで？今何が起きた？どういう重力が斜めに、やめて。やばいやばいやばい。
よしよしよし。今日はほんとめちゃくちゃやって、ちょっとずつ、わかってきた感はあんねんけどな。いや、でももう忘れたな。もう忘れたな。右のランプに当てるところね。これ喋り方って子供と関わる機会ないからな。ああ。こうです。そうです。で、ここ違いますね。違いますね。はいはい。落ち着いて。そうそう。そういうことですね。これ、OBS からの配信やったら、多分この声で喋れるんや。でも、なんていうの？ほら、あれな。そう。そういうことですよ。PS4 の VC には、変換して声を入れるっていうことが、ちょっと難しいっぽい。まあ、なんか調べりゃなんか、Discord ではできるから、これ、ボイスチェンジはそもそも Discord とかなり、なんていうかな、互換性があるアプリみたいで。PS5 やったらじゃあ、音声変換してできるんやろか。まあ、8年やってきて、いろんなことを試すのはやっぱり楽しいし、いいとこ来たら言いたくて、なんでな、なんでな、なんでなんよ、もうなんでないよ。なんもかんもごてごてやけどね、なんでも。試してみるのは良きことよ。な、な、な、声変わってたら逆にちょっとできる気がする。普段はほら、すごい控えめやから。な。咳できるのが大きいわ、これ。やっぱおじさんはすごく咳をするから、でもこの、彼の声のおかげで、咳をしても、と、可愛くない。ちょっとこれ、強いなと思って。おお、いいね。この最後に右手出した、いいね。プロっぽいね。このまま行かれへんのか。お、待って待って待って、何して、何して、どうした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 、ああ、ああ。まあ。まあ、まあまあ、そんな。こわーっていうほどことされてもないし、ええか。年行くと忍耐力は上がってくるらしいからな。やめて。まあ、そうね。男の子の声にして、何を喋るのか、そのあたりもコメント欄で募集していきたいなと思います。ちなみに、僕は今日金曜日だったんだっていうことに驚きました。おじさんって時間の流れが早いから、水曜ぐらいやと思ってた。デッドバイデイライトがなんか、イベントあるって聞いて、やってみようかなと思ったら終わってたな。まあ、なんかちょっとあんまり安定感のない登り方ではあるが。こんなんなったことない。おい、めーん。なんでなん、もう。これスタート地点やねんで、ここ。なんかさ、一番上から落ちた人の動画って教えてもらってみたいんやけど、あれは本場だ。どうなんなんか。あまりにもできすぎてて、そのリアクションとかも。なんか疑ってしまう。面白すぎるやんね。はい。あ、引くこれ。わ。DIP やて DPI なんか、マウス感度のことなんか言いますよね。この PC ゲームとかで。マウス感度多分異常にマックスなんですよね。今、マウス自体になんか、
速度アップをかけれるんですけど、一番マックスにしてて、それでも、なんか足りひんぐらいに感じてて、だから、ツボ男としては、マジで、ある意味は、最速かもしれん。この感度。できるだけ、もう、なんていうの、手首とかも使いたくない。指先だけの操作でマウスを、このモニターの端から端まで持っていきたい。しかも私、ほら、認知、もう、言うのも辛いな。YouTuber だからね。辛いな。言ってて。モニター3つあるんで、動画編集してる人は絶対モニター欲しいと思う。もう、うちなんか編集動画を4000本やってきてるから、本当に編集動画やってる人にとっては、もうモニターも必須。必須というか、まあ、あるとめちゃくちゃ楽。あと2枚欲しい、モニター。なんか、なんて言っけ、株のなんかあれやん。お昼の時間とかにやってるやんか。あんな感じのやつがいいわ。東京なんとか市場みたいな感じで、もうモニターだらけの部屋にしたいわ。まあなんか、なんていうの？声を変えてみて思うのは、あれよね。死ぬほどネカマ苦手なんで。まあこれでちょっと、完全に同じ方向性に行ってしまう可能性があるから。ただ助かるのは、やっぱおじさんの声って、朝一とかテンション上げないと、もうマイク通らへんの。わかる人はほぼいないと思うけど、なんか周りのおじさんがすごい声きれかったりとかするからね、あれなんですけど、普通おじさんの声はまあやっぱ朝一マイク乗らないんで、こういう高い声にしてくれるとありがたい。あ、でも判別はできてるってことよな。なんでなんやろな。はい。まあ。ちょっとなんでここやな。でもなんかツボ男のポイントってここなんじゃない？序盤の山なんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。ちょっと自分で考えよ。でこれ両手で持つな。片手でクッと支えなさいよ。ああカリカリしてもう、ああなんとかならんかな、もうちょっとな。でも体は鍛えられてんねんな。ジムって行ってみたいけど、絶対なんかあれやんね、おっちゃんとかは、ここは俺の場所やみたいな。でも俺が行ってたとこがそうやからかもしらんけど、なんかないそういうの。なんでこう畳んだん？待って、どうしよう、なんか、止まる方法がわからへん。おじさんロケット。いや、もうよし、あやた。なんや、わからんけど、いけた。大事。なんかでも、どうしたらいいんやろ。綺麗に回されへん。ヒントでけたな。そういうもんやな。どうやんねんといけ。ええ。はい。今日の T 細胞調子悪い。はい。ご慎重にやらなあかんの、なんか覚えてる。ご慎重にやらんと、なんか、ストンと落ちるね、意外と。はい、よし、いいよ。どういうの実験。え、忘れた。え、なんかこの。あ、なんか回す感じ。思い出してきた。はい、全然です。ロケット行こう、ロケット。ロケットこっちから無理やな。ここやな。はい。
い。はい。はい。はい、あいちゃい、よい。はい。ありがとうございます。はい。あ、はあ、やめて。やめて。よしよしよし、いいよいいよいいよ。やっぱりね、これでも、あ、声を変えることで、一つは、その低すぎて、聞き取られへんっていうのを、え、ここどうやんねんってっけ、なんか適当に引っ掛けてなかった。はっは、適当。低くて聞こえにくいを解消したいのと、やめて、おい。こっちはナイス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 。ああっ待ってね、ああやめて、あやめて、低くて聞こえにくい解消、ああやめ、どうしよう、終わった、こんなん無理やん。もうちょいこっち。あ、おお。やめて、やめて。ええー。わ。はあ、はあ、はあ。全然次の話できひん。話の続きでき。ああ。君。怖い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 。やっぱりなんか広い層の人に見てほしいやん。今もう完全におっちゃんばっかりやんか。はっはっ。やっぱり、女子にチヤホヤされたい。しかし、なんとなく思っているのは、これおじさんに刺さるんじゃないかなって思っている。あるかってことは、おじさんたちから投げせ、あ、おじさん投げせんせえへんねん。忘れた。おじさんお金ないねんな。投げせんするおじさんに出会いたいっていうライブ配信する。もう最低やな。はい。うい。あ、うまいぞ。これ、今のはもう本当にうまかった。長くやってきた。長く壺男として生きてきた。ある意味では、誰よりも壺男として生きてる可能性はある。え？何これ？は、ああ！むずいねんてー。あ、ここ得たいけどなぁ。なんか、無理やなぁ。あ、引っ越った。やばいやばい。あ。やばいやばい。うちのチャンネル見に来てくれてる人の最年少っていくつなんやろね。誰が、最年少なの。10代とかいるんかな。この声やと多分その人よりも、はっ、幼く見えると思う。ゆっくり落ちたね。なんでなん。やめてください。はい。はい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 。いけるいけるおっちゃん。そのあまりや。と私より若いと思うけど、もう。ちょっとでも元気出ていいだな。こういう感じね。はい。まあなんかいろいろ。ね、自分のアーカイブも見直すか、編集とかで見直すけど、とかも見ながら、キャラ仕上げていくか。
なかなか全部で登場することもない。今どっちでもいいけど、どうせ誰も大して聞いてへんから。なんか前回これで登った気がするの。あーもうどうしよう、うまい時ある、ちゃんとできてる時ある、嬉しい。待って、ごめん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 、なんでな、言うたから。誰が俺のこと嫌いなん。キーボード、マウス、 PC、 アプリ、ははは、やめてください。はい、ダメ、お、なんか引っかかった。ダメでしょ。もういいのか、いい、あーお前もうほんまちょっとなんでな、頑張れよもっと。え、危機感を持って生きてるか本当に。一旦ここまでにしようか今回は。一旦ここまでにしよう。もだってなんかもうあれや、もう、もう声変えたことでもうなんか、今自分がどんな風に映ってるのかすらもわからへんから、一旦はちょっと今回はここまでにして。ツボ男がね、前回のツボ男があまりにも回ってないからな、もういいような気もすんねんけどな。ドキ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 、え？え、こんなにマウスと相性悪かったっけ。こうやこうや、はい、はい、オッケー、いいよ、まだ頑張れる、むっちゃん。例えばさ、ここに体重を置いて、それは無理か、それは無理やな。やばいやばいやばい、失礼。うまいねん、うまいねん、そうできる時もあるねん。そう、手先は器用な方なの。ぜひメガゴジラを先入観なく見ていただきたい。まあまあ似てっから。はい、いやもうここまでにしときたいな。だってもう息抜きせえへんもん。なんかでもこれの種類もまだまだあるから、いろいろ試しながらね、ラジオ動画をどうするかよね。別に地声に対してコンプレックスもなけりゃ何もないんやけど。はっ、まあ、コンプレックスがあるとしたらまあ配信かな。自分のチャンネルに対してのコンプレックスあるよね。なんでこんなにやきまわしみたいな、なんで悪いこと言おうとしてる。よくない、悪いことしてる。はっ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 ないゲームのアップデート情報読み上げる配信動。斬新？もう、行き過ぎてる？大型アップデートとかさ。ないゲームの。やりたいでな。ちょっと試しに、今度。で、行ってみようかな。あの、書く時間がめんどくさいから、絵描くのが好きなわけではないから、別にね、私は。
え、チタン？チタン？あやうい、あやうい。あやうい、あやうい。あやうい、あやうい。どこやんのかな。なんかロケットをやったような気もせんでもないんだよな、この辺から。お会いです、お会いです。でもさ、なんか声の綺麗な女の子がなんか、あ、歌声なんか、あーとかわーとかって言って、まあ昔のワギャン、この声の設定でワギャンの話するのは違うかもしれないな、でもみたいな感じで、まあれはちょっと意味合い違うけど、その声が武器になって、これなんかできてる？進んでいくみたいな。マイクの音声をもううまく言えない。けども、それで、なんかわわわわとかあーとか言ってるだけの配信があったね。でも、その子の声が綺麗からもうずっと楽しいね。ゲームが進んではなかろうがね、あーわーって言ってるだけに。これ、あれですよ。おい、おいお前ら。見てるかお前ら。これ、来たぞ。自分の最高記録まで到達してる。この上、一個上ぐらいまでが最高記録。みかん邪魔。オレンジ？どうやったらいいんやろう。ここさ、慎重に一回乗るんじゃない？前回このまま左に落ちたんですよ。ボス戻れへん、どうしよう。いや、そこは一振り、そこは一振り。ここで、やった、ありがとうございました。あ、ちょっとやった、どうだった、ちょっとできてきたぞ、どうする、福利厚生の話とかする、やばい、かかってない、かかってない、ああ、もうほんなに、ああ、引っかかって、もう、もうないないない、はい、終わり、はい、終わり。はい、来た来た来た。ここがね、なんかいつもここ苦労してたのに、いや、もう苦労してるやんか、もう、ご視聴ありがとうございました。ほんとね、いろんなモード試していきたいと思いますので、ぜひともこれからもよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録のぜひね、今回ちょっと新しいチャレンジではあるので、高評価とかもらえると嬉しいです。お疲れ様でした。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。